パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ドラゴンのドイツ系戦車 38TEF です。前回タミヤあれだけ褒めちぎったわけですから、もうこれは何としてでもドラゴンやって比較せざるを得ないですよね。はい、そういうわけでもうドラゴンです。はい、相変わらずこういう感じでアピールポイントっていうんですかね、はい、セールスポイントがこう印刷してあります。細かいディティールもこういう感じでカットがいつになく細かいですよね。で、今回このキットなんですけど、こういうところですかね、パッケージには明記してないんですけどインテリア付きなんですよね。はい、まあ、それでは早速中開けてみましょう。まず組み立て説明図ですね。で、これはいつものボードですね。マジックトラック、それからエッチングパーツとかデカールとかいろいろくっついてます。これは箱組みした株写真と包帯ですね。細かいパーツです。ゼメ装甲とか排気管ですね。これはこれも中ですね。弾薬ケースとかジェリカン、クレパーツですね。あと多分中の細かいパーツ、これはもう明らかにインテリアですね。はい、エンジンとかギアボックスと砲塔ですね。一部これも中のパーツですね。あと OVM とかありますかね。あとはもう車体とか、あと足回りのパーツですね。パーツは以上です。組み立て説明図です。1ページ目がパーツ図ですね。で、天輪の組み立てからですね。はい。ただ、このページは結構情報量が多くて、もう、箱組みした下部車体に、これは底板ですね。それから、これ、湯取りの基部かなんかにボルトを植えろ。でもうリアパネルの工作がもうすぐ始まっちゃってるんですね。うん、で、パネルは2種類あって、これまあ E 型と F 型ですね。はい、アクセントがついてるものとないやつ、はい、2種類ありますね。フェンダーの工作ですね。はい、取り付けステーが別パーツですね。でもう車体にくっつけて、でリアパネル貼っちゃってますね。で、工作としては天輪をくっつけて履帯を巻くと。で、ここはもう内部ですね。これは何だろうな、ドライバーがギアを変えるペダルというかシフトレバーですかね、位置的に。でもここギアボックスですよね。で、下はもうエンジンの組み立てに入ってますね。で、もう車体カバーも完成してるってことですね。中のパーツ、ギアボックス組み込んで、で、もう前面の、天板は貼っちゃってますね。うん、で、これは無線機みたいですね。ああ、なるほど。もうインテリアの製作に入ってるわけですね。はいはいはい。ギアボックスのあるところで、これは運転手とか、機銃手ですか、通信手のいる前の内部ですね。うん、これ弾薬ケースか。ここはもうエンジンルームですね。はい、組み立てたエンジンを入れてますね。あとはこれはバッテリーですかね。はい、見た感じなんかっぽいですね。うん、で後部の車体の組み立てですね。こういうパーツを貼ると、で、これですね。はい、もうおなじみのグリル。
当然エッチングパーツあるってことですね、うん、で、正面装甲、はい、まあ、機関銃とかクラッペで、クラッペは海兵が選べるんで、こういうあのステーがちゃんとついてますね、うん、で、あの例の穴開きの小箱、うん、これも一応2タイプで、ジャッキを組み立てるわけですね、うん、これ蝶つがいですね、エッチングパーツですよ。はい、ここはもうフェンダーの上にある、はい、もののまず配置図ですね。で、ジェリカンとか工具箱とかこういう細かいパーツ、これは右側かで、左側ですね、はい、これも図面があって細かい OVM を取り付けですね、はい、あのベルトで取るくくりつけてるんで、きちんと再現してありますね、はい、エッチングパーツですね。これもここはもう車体を上面と、はい、カブ写真貼り合わせて、で細かいパーツって言うんですかね、はい、これかな、フェンダー、前のフェンダーの、ステーみたいなやつとか予備履帯をつけて、でここからはもう方針組み立ててるんで、砲塔の組み立てですね、はい、呼吸ポロだな、うん、いやいやいや、あ、相変わらず細かいですね。で車載機銃は団体ついてるけど、これはどうしようっていうんですかねで砲塔の中にパーツつけてますね、うん、で砲塔内部のこれは弾薬ケースですね、はい、をつけたのを下から貼り合わせると、うん、で、はい、これは社長とか、はい、ガンナの椅子ですね。で砲塔を貼り合わせて、まあ、牽引ワイヤーとか細かい、フックっていうんですかね、ホルダーっていうんですかね、このをつけて工作終了と。ただ残りの部分は塗装図ですね、はい、これは陶器迷彩かな、はい、うん、全部で4パターンですね、うん、いつものボードですね。まずマジックトラックからいきましょうか。これあの、まあ、センターガイドは、まあ、抜けてないんですけど、くぼみはちゃんと表現されてます。で押し出しピンの跡なんですけど、中央見当たらないんですよね、はい、ちょっとちっちゃすぎて見えないだけかなって思ったんですけど、一応大丈夫そうですね。でこっち側は、まずステンレス製のワイヤー、これはあの牽引ロープですね。あとこれはあの車体の脇につくエンジンのアクセスパネルですね、うん、でエッチングパーツが2枚、これもジェリカンですよね。で多分こっちのやつはあの止めるベルトですね。あと本体用にこういう感じで、もう細かいですよね。でまあグリル、それから穴あきのボックスとか、あとまあクランプ類とかですかね、細かいチェーンとか、うん、あ、こういうやつですね、はい、まあ一通り揃ってるって感じですね、うん、まあ十分ですかね。であとデカールですね、はい、4パターンですかね、はい、塗装図から入って、であと、はい、これ見ますか、あの、まあ、当時ですから金かけてますよね、カルトグラフ製です、箱組み済みの下部車体です。直近でタミヤのやってますんで、もう違いは歴然ですよね。あの、まあよく言えば繊細、まあ悪く言えば細いですけど、まあ、素晴らしいですよね、うん。そこはもうこういう感じですね。うん。ほとです。もうこれはここまで組んでありますね。あの、僕はこれでいいと思いますよ。はい。あの、十分じゃないですかね。あの、まあ分割する人はどこにあるのかって感じですね。はい。車体のパーツですね。フェンダーもこういう感じですね。はい。もう、この辺になってくると、前回言いましたけどね、もう、タミヤもドラゴンもあんま変わんねえなって感じで、まあ、よくできてますよね。うん。あの、厚みもそんなないですし。まあ、相変わらずすげえのは、あの、こういうやつですね。これ、蝶つがいですよね。で、車体の正面につく、なんか、標識みたいなやつ。まあ、シャープですよね。うん。で、これは穴あきのパーツ。あの、タミヤの明らかに
狭かったですよね。やっぱりこのぐらいの造形してほしいっていうのが正直なところですよね。うん、この辺はフックだな。で、これは後部車体の、エンジンルームの上のパネルですね。うん、で、ベッドの具合とかヒンジとか、うん、もうこの辺はさすがですよね。ヒンジシャープですよね。すごいいい出来だな。で、これがグリルですね。うん、まあ、パッションもそうでしたけどね。やっぱり、ここら辺はもうインジェクションでよくて、メッシュ貼るだけで十分かなって気はしちゃうんですよね。これも車体のパーツですね。これリアパネルですね。点検ホールが別パーツですね。こうフロントの下、リアの上と正面走行ですね。これ多分内側かな。うん、いやいや、まあまあまあ、ファインディティールってこういうのを言うんですかね。うん、これは正面のトップですね。で、これが片割れのエンジン点検パネル。うん、で、あとは、これがフェンダーの一番手前のステレ。うん、まあ、シャープですよね。うん、いつも通りって感じですかね。うん、これは、あれですね。はい。車載機種ですね。まあまあ、さすがの出来で、重厚空いてますよね。正面走行のアップです。まあ、いい感じですよね。この辺のなんかクラッペが止まってるなんかバネみたいな調子がいいもいいですし。で、あと、これですね。エンジングリルのところ。これが表側って言うんですか？はい。さっきのやつ裏ですね。うん。これはもう足回りのパーツですね。天輪のアップですね。いや、もう、いいんじゃないですか。もう、こういう感じですね。これ言う通りにですね。うん、シャープだな。で、これが機動輪。驚いたのは、タミヤはもうこのレベルで、まあ、このレベルって言っちゃ失礼ですけど、できてたんで、いや、もう、本当に、まあ、ドラゴンのレビューやってるんですけど、タミヤの機動出来いいですよね、今回。これ板バネとか、リターンローラーかな。うん、で、誘導輪がさらに2種類。で、機動輪がさらに2種類と。あと、このパーツは、先頭室の底板ですね。後頭周りですね、これは。まあ、ターレットリングがあって、これは砲塔が乗っかるところの先頭室の上の、はい、天井ですね。これが後ろの下かな。うん、で、機銃がついたりとか、あと、これは、まあ、手法ですね。うん、当然、穴開いてますよ。で、まあ、こう細かいパーツは中に入れる機関部ですね。うん、これは、あれですね。ターレットリングのところ、脇につくやつですね。これは、砲塔の正面走行ですね。まあまあ、いい塩梅ですよね。これはもうインテリアですね。左の半分がギアボックス周り。で、右側がエンジン関係ですかね。はい。まあ、見えないんですかね、ガラスは。まあ、点検パネルを開ければ見えるんですけど、よくできてますね。もう細かいですよね。こういうとことか。いや、もうさすが本物っぽいですよね。あとは、これ多分バッテリーなんですよね。うん、いや、細かいパーツ、どこが何に使うのかはちょっとわかんないです、はい。はい。よくできてると思います。これは排気管ですね。あと、砲塔の正面走行が、はい、ついてますね。これは車体の下部の正面の走行ですね。で、正面走行がもう一枚。これは工具箱ですね。うん。見えます。こういう分割するんですね。ヒンジがこちらについてますね。これは OVM ですね。はい。クランプはもうついてますね。うん。消火器のディティールもついてます。これも OVM とか、まあ、小物ですかね。リフレクターとかついてますね。ベルトでくくるようなやつに関しては、クランプついてませんね。うん。シャベルもそうですね。で、これジャッキーか。はい。やっぱこういうとこ使い分け上手ですよね。これは、まあ一部ジャッキーが見えますけど、エンジンのパーツですね。うん。
これラジエーターですよね。でこれファンベルトかな、はい、あのまあそのくらいは分かります、はい、小物のパーツですね。同じランナーが2枚あります。これはあの弾薬ケースですね、うん、いやこんなちっちゃいんですよね。この辺のはなんだろうな、サイトですかね、うん、でこれスライド金型使ってんで何かなと思ったらこういう感じです。引き出しがモールドされてます。ジェリカンです。はい、もうなんか安定のドラゴンクオリティっていうんですかね。もう刻印もとってもキャップも素晴らしいです。キューポラとハッチクラッペ、それから方の機関部ですかね、あの空薬鏡受けかな、うん、キューポラもこういう感じです。あのまあ一体形成ですけど十分ですね、はい、素晴らしい。もうハッチとかももうこの辺まあ取ってっていうんですか、ヒンジとかもう造形素晴らしいですよね、うん、まあ中のパーツもいいですよ、はい、これは中のパーツですね。右側のやつはもうその無線機、これも中のパーツですね。クリアパーツです。もう全部ペリスコープですね。真ん中の3つはもうキューポラ用ですし、右側まあ複雑な構造してるのはこれもう運転席のところのやつですね。あと左右の覗き窓とか、これ画像では見づらいですけどすげえ複雑な格好してますよね、うん、いやもうさすがです。はい、パーツの紹介は以上です。総評です。パーツの数が結構あったんですけど、インテリアのパーツを取っちゃうとそんな思ったほどの数ではなかったですよね。でエッチングパーツはまあ結構ついてたかなって気はしますけど、まあ目立つところっていうんですか、作り映えするっていうか、まあインジェクションだとちょっと厳しいなみたいな、クランプああいったところとかフェンダーステイとか、あとまあ穴開きのボックスですよね。ああいうもうまあここ欲しいなっていうところはまあ出てたっていう感じなんで、なんだろう、前回ねタミヤ絶賛してドラゴンとかトランペッター細すぎていまいちリアルじゃないとかって言っちゃいましたけど、まあ改めて比べちゃうとまあそんなことないですね。はい、訂正します。いやまあいいキットだと思います、これも。はい、負けず劣らず、まあ確かにそのこう方向性っていうんですかね、ドラゴンとかはまあやっぱり精密な、まあ、ディティールにこだわるメーカーだと、まあ、僕は思ってるんで、そういうまあ傾向っていうんですか、そういうポリシーでキットができてるんで細く見えちゃうのはまあしょうがないんですけど、じゃあどうかっていうとやっぱりまあやっぱりファインディティールっていうんですか、まあ、精密模型って感じですね。まあどこどう撮っても、はい、あとまあパーツの分割もまあ結構バラバラなとこもあれば、ほとんどみたいにこうできちゃうところはちゃんと一発でできてて、まあこの辺はもう金型の成形技術なんでしょうね。やっぱり音はあれで作るのにはもう絶対スライド金型いるんで、まあその辺やっぱりさすがで、前ところをまあ作る手間が省けるわけですから、まあスマートキットって一応歌ってるだけはありますかね。はい、まあ離体も思ったよりっていうんですか、押し出しピンの後はあんま目立ってなかったんで、まあよくできてた、はい、もうよくできてましたね。はい、もう素晴らしいキットですね。はい、ただ残念ながらこのキットはもう多分現状絶版で中古でしか手に入らないんで、まあいずれにせよ素晴らしいキットであることはもう間違いないですよね。これはまあ、比べてよかったなと思います。はい、まあ、あと余談になりますけど、ドラゴン最近新規の設計っていうんですか、キットはまあ新しくどんどん出てるんですけど、まあ、古いキットの焼き直しですか、あとまあエッチングパーツいっぱいつけてちょっとプレミアの値段つけたりとか、そういうのが多いんで、まあ、一発新しいものをこう久々に欲しいなっていうのが正直なところですかね。はい、今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。